プロトタキシーテスは、シルルキからデボンキにかけて生息していたとされる大型の陸生菌類である。最大で、幹の直径が1メートル、高さは8メートルに達し、脊椎動物が陸上に進出していなかった、生息当時には植物を超える最も大きな陸上生物であったと考えられている。顕微鏡写真1859年に化石を発見した。 カナダの古生物学者、ジョン・ウィリアム・ドーソンは、針葉樹の一種と考えたが、この時代の植物としては、並外れた大きさに疑問を指摘する研究者も多く、草類や地類とも考えられていた。菌類ではないかとの説は、1919年に初めて示されている。2001年、アメリカ国立自然史博物館は20年に及ぶ研究を経て、 プロトタキシーテスは菌類であるとした。これは、形態学的な研究によるもので、否定的あるいはごく回帰的な意見もあったが、2007年のシカゴ大学などのチームによる分析では、炭素同位体の組成が、化石のプロトタキシーテスと同時代の植物とでは大きく異なっていることが分かった。これは、プロトタキシーテスが光合成による栄養でなく、周辺に存在する、 有機物の機質を分解利用する消費者であったことを示している。ランディ・ボスウェル、ナショナル・ポスト、バファリング・プリー・ヒストリック、ジャイアント・アイデンティファイド・アズ・タワー・リング・フングス、エイプリル24-2007リリーブド・エイプリル26-2007ハット・ AB ・ユニバーシティ・オブ・シカゴ、ユーリカラーと、 プリーヒストリックミステリーオーガニズムベラファイドアズ・ジャイアント・フングス2007年4月23日リリーブド2007年4月24日ボイスシー・ C. ケビンホットニーアルキャロル・エルデボニアン・ランドスケープヘテロジニエティレコーデットバイエイ・ A. ジャイアント・フングスジオロジー35 399-402 h t t p w w w g s a j o u r n a l s o r g p e r l s e r v ッシュリク r e q u e s t g e t p d f 1 0 1 1 3 0 2 f g 2 3 3 8 4 a 1ありがとうございます。